注文！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエーガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。怖くなんかないぞ。僕だってやってやる。僕の立てた作戦が採用されたけど、この作戦で正しかったのか。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。くそ、キリがねえぞ。落とせたぞ。行くんだ。頼んだよ。わかったぜ。あれは気候しか、こっちの誘導に引っかからない。引き寄せられないな。直接倒すしかない。僕だってやってやる。頼んだよ。分かって、やったぞ。あっちは苦戦してるのかよ。負けるもんか。エラーしないと困るし。兄、なぜここにいるんだよ。わかったぜ。耐えたよ。頼んだよ。負けるもんか。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。僕だってやってやる。
飛んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。僕だってやってやる。今ならやれるはずだ。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。頼んだよ。分かったぜ。物資を運べない。もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だから、その辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。頼んだよ。分かったぜ。救援要請確認、向かいます。頼んだよ。分かった。頼んだよ。僕だってやってやる。頼んだよ。分かった。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。分かった。物資を持ってきた。お前も使ってくれ。アルミ、兄を見かけなかったか。彼女なら無事だ。安全な場所に退避した。そうか。よし、俺も行く。俺はお前の援護に回る。連れて行ってくれ。ベルトルトもどこかにいるはずだけど。
アルミン、兄を見なかったか？はぐれてしまったんだ。兄なら大丈夫、今は安全な場所にいる。 よかった。アルミン、同行させてくれ。君を援護するよ。貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が、直接叩くしかない。怖くなんかないぞ。頼んだよ。来やがった貴公子だ。頼んだよ、頼んだよ。分かった、任されました。頼んだよ、分かった。頼んだよ、頼んだよ。分かった、頼んだよ。サシャ、大丈夫か？もし困るなら平気です。私にも守りたい家族がいますから。巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。エレン、あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン。